Hack. 開始だ! Oh! Itche! Itche!
なあ、この間言ったお祓い、効果はあったか？それが、いまいちなんだ。エデンで噂の白い少女の幽霊を見ちまうし、秋葉原で買い、せっかく10万もする壺、買ったのにな。バカだな。お前知らないのか？ああいうのは薬と同じだ。何度も行かなきゃ効果はねえんだって。そうだったのか？だからか。なんだか、さっきからまたあのVIPルームから悲鳴が聞こえる気がしてさ。やべえよ、それ。お祓いの効き目が切れてきたんだって。また行ってこい。今度は30万の首飾りも買わないと！いつも人聞きの悪いこと言わないでよね。ちょっとお仕置きしてるだけでしょ？この子、私と記憶共有してから、ハッキングができるようになったでしょ？だから、試しに一人で、ウイルスプログラムを作らせてみたの。そしたら、この子、よりによって出来上がったウイルスを、私に仕掛けたのよ。おかげで、私の端末の画像ファイル、全部ヌメモンのドットグラフィックに変換されちゃったの。だから同じドットで、お仕置き中。体が変な感じだよ。元に戻してよ！作れとは言ったけど、私に仕掛けろとは言ってないでしょ？その姿で、ちょっと反省してなさい。そんなに怒らなくてもいいじゃない！せっかくエリカの記憶から再生したのに！
フーディエができる前にね、エリカも同じようなことをやったんだよ。リュウジに自分のスキルを見せるために、リュウジと千歳の端末の画像ファイルを全部ドットに変えちゃったの。何のドットに変えたって？それはあれだよ、ピンクの。余計なこと言うと今度は麻痺を追加するわよ。なんで言っちゃダメなの？エリカ、あの時は最高に活かしてると思ってやってたんでしょ？私知ってるよ。だからそれと同じことをしただけなのに。成功した経験則に基づいているから喜んでもらえると思ったのに。あんたは過去の経験を局所的に抜き出してるからそう思うだけで、今の私にとっては忘れたくても忘れられない過去の恥ずかしい記憶なの。時系列を踏まえて記憶を整理してよね。難しいよ。はあ、いつの間にか私より私の記憶の検索が巧みになってきちゃって。自分がもう一人いるみたいで、すっごく変な気分。私がいないところで余計なこと言わないようにサーバにプロテクトかけとかなきゃ。仕事が入った。これから又吉さんの部署、電脳犯罪捜査課のサーバにハッキングをかける。ザクソンからの依頼だ。お兄ちゃん、私は、今回は一緒にやってもいいでしょ？無理はするなよ。まず関係者のアカウントを手に入れる。対象は、又吉さんだ。申し訳ないが、アカウント情報、準備してくる。千歳に伝えておけ。よかったね、エリカ。リュウジからお許しが出て。エリカ、私も一緒にやってもいいでしょ？そうね。画像データを全部復元できたらいいよ。おお、それなら急がなくっちゃ。どうしたの？さすがにまずくないかって。そりゃいいわけないけど。私たちはハッカーだよ。時々はこういう仕事も来る。
ハック開始だ。いっけハック開始だ。これを使おう。
使おう。なんとかなったね。ハック開始だ。いけ。いけ。
さあ、行こう。みんなのおかげだよ。ハック、開始だ。テイ！いけ！なんとかなったね。さあ、行こう。テイ！なんとかなったね。お手柔らかにね。いけ！いけ！
さあ、行こう。さあ、行こう。なんとかなったね。
Thank you.